いつからスカウトが来始めたか。2022年の春か、結構と前。2年目の大学シーズンの中盤とか。そこでガーディアンズが一番最初に連絡来てみたいな。ガーディアンズ知らなかったんですよ最初。だから球団知らんからほとんど、うん、どこですかみたいな。大学ですか、プロだみたいな。プロみたいな。あ、ほんまですかみたいな。レンジャーズが来て、うん、でレッドソックス来て、まあ、レッドソックスぐらいになると知ってるっすよ。ホワイトソックス知らんかったけど、うん、白は知らなかった、全然知らんけど、うん。